What to do if you are a senior citizen, speak no English and experience racism. 英語を話せないシニア、老人が人種差別にあった場合。ボディーランゲージ、ボディーラングエッジ、安全だと思ったら、身振り手振りで示す。例えば、やめて、と手を挙げる。ベイクノイス、音を立てる、逃れることができないときは、助けて、と叫んだり大きな音を立てたりして、周りの注意を引く。ステイセーフウォークアウェイ、安全第一、立ち去る。まず自分の安全を確保する。自分の第六感、判断力を働かせる。現場から離れ、安全な、見ている人がたくさんいるところに移動する。アプローチ、キャリーインフォ、助けを求める、情報を常に持って歩く。近くの人に助けを求める、バスの運転手、店員、もしくは誰でも周りにいる人、証人になれる人。緊急時に連絡できて、必要なら通訳もできる家族または友人の名前と電話番号をカードに書いておいて、それを常に持って歩く。レコード、記録を取る。何が起こったのか、加害者の顔、容姿、事件の場所、時間、車の色、ナンバープレート番号、その他の詳細を記録する。遠く、話す。家族や友人に何が起こったのかを話して、報告するのを手伝ってもらう。地域の支援団体やシニアの組織に電話して援助してもらう。もしヘイトクライムだと考えられるなら、例えば、暴行を受けた、わざと咳や唾をかけられた、脅迫された、などの場合には、警察に連絡する。レポート、報告する、どのような人種差別でもヘイトクライムでも、1587-573-838にテキストするか、ネットで act2endracism.ca に報告する。過去の調査によると、報告すること自体が、差別的な行為を受けて起こったトラウマ、心の傷を癒すのに役立つ、とされている。